モンストの作り方、制作者と語る役も制作秘話、MC のペンペンです。そしてゲストには、はい、M4 のケイドラです。今日初めてなので少し緊張しております。よろしくお願いします。お願いします。はい、中の人、モンスト QE チームで主にキャラクターを作っています、久米原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケイドラさんとは初めてになります。ああ、そうです、本当、はい、初めて。お願いします。そうだね、ずっとお会いしたかったです。はい、お願いします。ケイドラさんのイメージとしてルリのイメージがあー、はいはい、あるんですけど、はい、進化と神化と重心化、私が作りました。あ、マジですか。はい、あ、そうなんですね。はい、いやすごい、重心化で結構強くなったから。そうですね、はい、もうオセロそうですね。俺も時期がいいさ、若干鳥肌立ちました。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、中の人久米原さんにいろいろと役もの制作は聞いていきたいと思います。はい、まあ、ユーザー代表として僕と池田さんで、はいはい、気になることをどんどん聞いていきたいと思います。でラジオの方でね、うん、2人でね、うん、募集もさせていただいたので、なんか結果140個ぐらいそんなに多いな、まとめたら全部が全部は尺の都合上はあるんですけど、できる限り聞いていきたいと思います。はいはい、早速伺っていきましょう。はい、お願いします。でとりあえず、まあ、今回のキャラクターは、まあ、役もということで、まあ、2ケータあるんですが、大行人武装から、まあ、反射の方、反射の方いきましょう。このキャラクターの、まあ、大まかなコンセプトっていうのは、どういったところからスタートしてたり、はい、思いがあるんでしょうか。はい、武装の方に関してはコンセプトは新春クシナダですね。なるほど、はい、おクシナダなんやっぱり。新春、はい、そうです、新春のクシナダを作りたいという気持ちから、はい、ほー、はい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 、やっぱりクシナダでしたね。そうですね、はい、それはなぜ新春クシナダなんですか。他にもいろんなコーディングの中で冷蔵の方は、はい、去年のネオの動画の方でも言いましたけど、ぼんやりとしたイメージの中とは、まあ、その時はぼんやりとは言いましたが、実際にはもうすでに固まってて、ああいうものを作ろうとしてたんですね。はいはいはい、はいはいはい、で殴りの方、俗に言う殴りキャラの方に関しては特にコンセプトもその時点ではなくて、うん、夏か秋に頃に完成コンセプトが浮かんでくればいいなぐらいの気持ちでいたんですけれども、まあ、運営の方から新春キャラはこういう設定でこういう名前ですっていうのをデータとしてもらったんですけど、ヤクモっていう名前だったんですよ。はい、はいはい、もう決まってたんですね。えってコサンストライカーにとってヤクモっていう名前ってすごく重いものだと思うんですよ。そうですね、スタイクショットのボタンを押して斜めに弾いたら根こそぎ終わるみたいな、うん、それぐらい重い名前だと思って、で設定聞いたらクシナダとスサノオの関係があるっていう話だったんで、あ、もうやるしかないじゃんってなってたんですよね。そうなるほど。だ結構私がどうこうというよりはなんかこう作らされた感がなるほどなるほど、そんな設定を提示されたらあやるしかないじゃない、はいはいはい、一番最初に思い描いていた新春キャラの自分の形とは崩したってことですか。そっちにやってみせた。いや、特に何もなかったところにそれが来たんで、ああ、なるほどなるほど、じゃあもうこれにしようっていう。なるほど。作らされた。そうするとやっぱりヤクモって名前的にクシナダの様相の方が中心に多いから、スサノオ薄めって感じなんですか。まあそうですね。あ、モンストユーザーにとってヤクモって言ったらやっぱりクシナダのイメージが強いと思うんですよね。はい、まあ、になっちゃいますね、という感じでこうなりますね。そうなんだ。まあ、確かにそれで名前出されたら、ね、うん、クシナダっぽいの作りたくなる、うん、そうなのね、うん、ねえ、そう多分ですけど誰がやってもそうなってたと思うんですよ。あまあ調整とかはねやっぱいろいろあっただろうけど、ありがとうございます。はい、クシナダの話が出たんで、はい、まあプラズマ友情コンボについて聞いていきたいんですけど、はい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 、まあそのハイプラズマってその最初の段階からあの挙動というかその延長線上に出るような挙動だったのか、そうかもう完全にもう威力だけを上げたとか
もっと別の仕様があったのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。はい、通信屈伸などでプラズマっていうのをやっぱ考えたときに、威力を上げただけだと超強プラズマが超絶プラズマになるだけだと思うんですよね。はい、で問題点が2個あって、1個は新鮮味がない、はい、そうっていうのと、あとおそらく弱いまあそうですね、今の環境だと、はい、ありますよね、はい、引っ張り系入力もまあいろいろあって、うん、このハイプラズマが出た後で比べられてる中には滑った友情もあるんですけど、私が作った引っ張り系友情の中でも、どうやったら良かったんだろう、どうやったら強くなるんだろうっていうふうに考えてた時に、後ろ方向にも伸ばしたら強いんだろうなっていうアイデアは漠然とあったんですよね、うんうんうん、その友情は今思い浮かんだのは言っていいんですかいやきっとみんな分かってるんで多分大丈夫です。さっといきましょう、さっといきましょう、さっといきましょう、ここどうなってんだろう、カットまあ、だから今ハイプラズマがこうなってる、なのでみんなは多分その友情に感謝すべきなんじゃないかなって思ってます。なるほど、ね、むしろねむしろそれがあったらもしかしたらありついてたかもしれないよって、うん、そうです、確かになるほどね、伸びる感じで、まあ、それをそれでなぎなたっぽくてかっこよかったかもしれないですけど、なるほどね、確かに。だからハイプラズマはだからもともとあったわけじゃないってことないですね、うん、まあ、実際に動いて触れるようになったのが10月11月ぐらいですかね。はいはいはい、これ威力の設定ってなんかパッて決まったんですか。結構上下しましたね。あ、上下したんですか。リフレクションリングを基準として、リフレクションリング基準としたんですか。はい、へえ。それはもう同じ新仕様ですから、はいはい、あれを10として、うん、まあ、9ぐらい威力が出てもいいかなぐらいの設定にして、今もそれぐらいの威力が出ていると思います。なるほど。当然使い方が全然違うんで、はい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 、うまく使った時はリフレクションリングよりか出る場面もあるとは思うんですね。そうですね、はい、ハイプラズマのそのじゃあそのさっき後ろにも出てっていうのもあったと思うんですけど、仕様的ななんか他の案っていうのもあったんですか。いや、なかったですね。あ、なかった、ね、はい、もうそれ一本でおそらく完璧なムーブができる。なるほど、すんなりいったんですね。へ、はい、すげえ。クロスプラズマとかなかったんですか。いやー、ないですね結構新春キャラというか、そのネオとかルシファーって、はい、サブ友情がちょっと火力出にくいもののその防御弾ブラストとか、はい、攻撃弾ブラストとかついてるイメージだったんですけど、今回、まあ、一応そのステータスアップ系のこういうアップになったのはなんでなんですか。いろいろと理由はあるんですけれども、一つは新春限定でバッファー要素を持ったキャラをやってみたかったなっていうのがあるんですよね。でそれができるメイン友情コンボだと思ったんですよね。リフレクションリングの時みたいにサブ友情で何かを補完してもらわなくてもある程度の範囲攻撃によって戦える友情コンボだと思ったんで、ここは勝負できると思ったんで、こういうアップを選んだ感じっていうのがありますね、一つとしては、はいはいはい、であとは、まあ、天魔10に最終的に行けるようになるわけなんですけれども、うん、そこを見据えた時に既存で活躍しているキャラたちともこの友情コンボは相性いいなと思ったんで、こういうアップを選びました。なるほど。新春でアタッカー兼バッファーとこれ高スピン、優スピンも悩んだりしました。スピードアップっていう友情コンボはこう非常に強いね、はい、それだけで、はい、でそれをやるとハイプラズマの威力を落とさなきゃいけない。ああ、まあそうか、そうなりますね。確かにそうか、それすごいことだね。そうだね、そうだね。それってちょっともったいないと思うんですよね、うんうん、はい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 、まあ、なのでスピードアップはあまり選択肢はなかったんですね、うんうん、でこういうアップになったと、はい、なるほどね、まあ、こういうアップでも結構友情の火力上がっちゃうんですけどね。そうですよね、めちゃめちゃ上がりますよね。 1.25 ですもんね、うん、遊撃特 L つけてるですもんね。そうですね、めちゃめちゃ大きいですよねアビリティ聞いていい。いきましょう。まあ、あれですよね、他の友情コンボの候補とかもだから
今回に関してはないってことですよ。いや、そんなこともない。あったんですか。串灘。メインの方は1本で決めてましたけど。あ、裏が。サブ友情は、はいはい、まあまあちょっと変歴がありますよ。例えば。話すと長くなりますよ。言いますけど。全然いいですけど。去年のネオの時に、はいはい、砲撃型のマーキングミサイルでサブ友情なんだったんですかって聞かれた時に秘密言いましたね。聞きました。おっしゃってました。で、まあ、今なら言えるかな。おお。本当ですか。全敵貫通分裂弾。はい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 。そうだったんですよね。あの今だとコラボキャラについてたりしますけど、アーケルマーキングミサイルにアーケルトレもついてた。ああそうだね、全然パンツブレスだ、強い。あの当時に出てたら海外強いね。そうなんですよ。で、砲撃型のマーキングミサイルと全敵貫通分裂弾を試作品として夏ぐらいかなにポンって置いたんですね。で、はいはいはい、その後リフレクションリングが登場して、最初もリフレクションリングと全敵貫通分裂弾だったんです。はい。すさまじい。すごいですね。そうなんですよ、すさまじいんで、これどっちが強いんだみたいな話。あ、で、結果いらねえな、うん、で、ちょっと置いどいてもらおうかなと思って、うんうんうん、どかしたんですよね。役も一時期ハイプラズマと全敵貫通分裂弾だったんですよ。武装が。ほまあ、プラズマってやっぱどうしてもこう結果が出ない時がある。あ、ありますよね。はい、まあ、全敵貫通分裂弾がついていれば、うん、当たった瞬間に結果がある程度出てくれるんで保険が効くんですよね。なので最初つけてたんですけれども、うん、いいかなって。それはなんでですか。うまく弾けばいいじゃないですかみたいな。あ、強いなって感覚でした。強いです、まあ、強すぎたなって感覚ありますか。いや、強すぎたとは思わないですけれども、はい、なんか逃げかなって、ハイプラズマからそれって、そのうまく利用するということへ、はい、もハイプラズマで遊んでほしいんですね。やっぱり2年連続新春につけられようとして外された友情が、そうなんや、あるっていうことをこう皆さん、そうだったんですね。あの時の秘密なのはそれだったんですね。はい、僕個人的にちなみにこのキャラにつくサブ友情だったら俺こういうの方が嬉しかったな、結果、うん、はいはい、どっちの方が、うん、いや、こういうでいいと思う。あ、こういうのが嬉しい。本当、うん、なら良かったです、はい、多分難しいコンテンツにおいてやっぱりこういうアップはかなり大きいと思うんで、そうですね、こういうって大概やばいよね、強い、やってること結構やばいもんね、うん、そうですね、分かり、なんかパッて分かりにくいけどさ、うん、分かりにくいけど相当やばいことやってるもんね。意外と持ってるキャラも少ないですもんね、まだこういうアップは、ね、こういうは少ない ね、うん、少ないね。ガリーナ、ジャンヌとか、うん、その辺かな。やばいのとやばいのだからね、うん、でそこでガリーナが出てくるのが偉い。ちょっとさ、触る癖があるんで、だいぶ知名度が高くないキャラと思うね。ケイドラはさ、アビリティはアビリティ、うん、まあ、結構ね、ラジオで質問多かったのが、まあ、これちょっとシンプルな疑問なんですけど、まあ、アビリティがなんか7個、その8つではなく7個だったのは、なんか抜いたのか、そもそもなんか足していって7個になったのかというのが少し気になりました。基本的に足していって、でもう十分だなって思ったのが7個持ってきてましたんで、7ですね。あの、特に別に8にこだわりがあるというわけではないので、もう7で十分強いから、もうここでゴールで OK だ、はい、はいはいはい、なるほど。ブロックと魔法陣、はい、これね、はい、あのゲージとの関係性が、まあ、これ一長一短だと思うんですけど、うんうんうん、逆の案はなかったのかっていうところですね。あと、ここには深いこだわりがありそうなので聞きたいんですけど、新春クシノダっていうコンセプトで第5号でプラズマぐるぐるアタックみたいな、はいはいはい、もう伝統的な、はい、モンストの遊びやりたかったっていうのがあって、第5号で打った時に、まあ、特に艦隊組んでる場合ですけれども、アンチブロックがベースアビリないと
寒いことになるんですよね。まあ、当然魔法陣がゲージアビリティに行っちゃうことでヒヨコビームとか食らう弊害はあるんですけれども、まあ、コンセプトのところでより面白く遊ばせるんだったらブロックがスワビの方がという理由からこうなってます、うんうんうん。え、これ両方スワビって選択肢なかったんですか？はなかったですね。あの空きがない、まあ、そうかこれちなみになんですけど、はい、スワビって4つまでとかいうなんかレギュレーションってあるんですか？今はそうですね。今はあ、やっぱそうなんだ、はい、だからか。じゃあ何消すかって話か。そうなんですよ。何消しても困るんですよ。うん、ついに伝説のゲージマインスイーパーがこれそうっすね。そうね、ゲージに全属性嫌いっていうのちょっと嫌やもん。それは、ね、やばいわ。友情火力それやばい。重力じゃない、行くならだから。そうしょうがないよね。そう、あでもゲージ重力だと大ゴールで引っかかるわ。引っかかる。そうね、そうね、そうだわ。なるほどあそうか、そうなっちゃうとそうかこうなるのか、うん、必然的にね。そうなんですよ。あ、致し方ないと。そうだ、ウォールブーストなんかも実はベースアビリティの方が強いんですよね。ほう、大ゴーレに弾になった時とかに。ああそっかそっかそっか、全部乗ってくるのかですけれども、ちょっとそっかそうか、スワビだったら大ゴーレで乗るのか、うん、ええ、バケモンですねあそっか、やばいな。それでいうとこれあれですけど、なんでいきなり M から実装なんですか？頭の中で動かした時に、はい、M がじゃないとしょぼいな思ったんですよね、うん。まあ、モンスターストライクの高難易度ステージで特に多いショットですけれども、基本的には薄いショットを弾かされることが多いんですよね、はい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 、そんなに雑に斜めに打たせてくれるステージってなくて、うん、そう考えた時にちょっと M じゃないとしんどいかなっていうのがあったんですよね、うん、はい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 、はい、一反射とかだと、はい、まあ例えば無印だったら上がり幅が非常に少ない。ちょっとしんどいかなって。はい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 。まあ強さ的にってことですね。実際4反射壁に触れて攻撃できる機会ってそんなにないと思う。まあ、ね、まあ、難しいですね。それは。ただまあ根底としては、あの本当にスタイクショットのボタンを押して斜めにペーンって弾いて。はいはい。わーって。わーって。わーってやってわーって強いですもんね。なんでこのアビリティを作ったっていうのはありますね、うんうんうん、これはじゃあもう完全にゼロからの久米原さんが考えられたアビリティっていう感じですか？コンセプトを、はい、がこうなった時にじゃあコンセプトに合った火力アビリティは何だろう、新しく作るとしたらっていうので作りました、はいはい、そうなんや。めちゃめちゃ強いもんなまあ同じくウォールブーストなんですけど、はい、ウォールブーストが友情コンボに乗る仕様はこれはどうやって決めたんですか？まあそもそもキラーで作ってたんです。キラー、はい、キラーって友情コンボに乗るじゃないですか、はい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 、ウォールキラーみたいな、まるまるキラーっていう名前で作っていたんですけれども、はいはいはい、開発終盤に何キラーなのって、何キラーっていう名前にすんのそれ決まったなって言ってます。なるほどなるほど。え、何、うん、壁キラーキラそれは違うんじゃねえかっていう話になったんですね、はい、キラーっていう名前にこだわる必要もないから、じゃあウォールブーストにしようかみたいな。ああそうですねそんな感じです、はいはいはい、じゃあまあ根底としてはキラーだから、キラーです、はい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 、はい、だと思ってます。なるほどね。なんか乗ると、だからもう自然と乗るとはい、そうなん、そうなん、名前決まってなかったまあこれ結構事前で話題になってたよね。乗らさすがに乗らないんじゃないのみたいなね。ね、まあ、乗ったんだけど。乗りましたね。ちょっと仕様が複雑だから乗りにくいっていう、分かりにくいっていうのもあったから。うん、そうだね。うん、とまあこのキャラ、まあアンチアビー4つ持ってますけど、はい、まあ最近の限定キャラって結構超アビー3つとか2つのイメージがあったんで、その。重力バリアは超 AGB の路線はなかったんですかね？これ流れで言うと、まずアンチアビリティがこの4つなのが何か、何でかっていう話になってくると思うんですけど、はい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 、どこかのステージにはまらないと、評価としては落ちていくと思うんで、はい、じゃあどこのステージにはめようかなっていうのを、いろんなステージを眺めながら日々過ごしてたわけなんですけど、はいはいはい、天魔の古城の銃の間を見たときに、あ、なんか
大号令で美味しそうなステージがあるっていう見つけてしまったんですね。はい、最初は超アンチ重力バリアのマインスイーパー EL にしてたのかな、はい、この性能のままですか、スピード型とかで。あ、そうです、ね、ああ、はいはいはい、してたんですけど、伊達ステージ、はい、最初超エジビ生きねえなって、エアバリアが2ターン目から出てくる。そうですね、はいはいはい、やっぱやりたかったこととしては一手で抜けたかったんですよね、はい、ヤクモのだって登場、ヤクモがバンって弾く死ぬっていう流れがやりたかったんですけど、バリアねえじゃんってそうですね、はいはい、ってなって、しかもやりきれない、足んなかったんですよ。はい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 、え、なんで足んなかったんですか。基本的にやっぱ紋章とか使いませんしね、チェックチャーって。紋章使用禁止なんで、あー、チームなるほど、はいはい、足んないか、そっか、足んないですよ、足んなかったんですよ。なるほど。結果、アンチ重力バリアと超満員 EL になりました。伊達面が結構響いてるという。そうですね、まあ、そうなんですよ。すごいね。まあ早すぎてもなんか過去とね、抜けたりするんで、あー、まあ確かに。まあこれはこれでよかったな、まあ十分早いですけどね、今でも、うん、それで言うと、あとあれだな、 SS のターン数って、はい、これその銃をなんか意識してる部分ってあるんですか。そうですね、多少意識してます。あ、すごいスムーズに進むんだ場合、12にしておかない、まあ、12プラス壁 SS 端短縮の要素を縮めておかないと、加工塔のところで SS は間に合わないんですよね。っていうのがあって、まあ、12で壁 SS 端短縮をつけようかな。ありがとうございます。はい。だいぶやっぱり天魔獣が全然違うね。うん。12もそうだし、壁性スタン短縮があることによってやっぱ、あのラスゲのまた2段階目とか、1段階目溜まり直すとかあるし。でもやばいっすよこのキャラ。まあそのストライクショットを打って1回壁性スタン短縮を完璧に決めると。次のターンにまた大号で打てるとかいう、かなり危険なムーブを近畿を犯してるとは思うんですけれども、新春だからいっかみたいな感じですかね。出た、新春だから新春だからいっか。いや、これもう本当に多分スタジアムのステージと、あのもうピック優先度がすごい高そう。このキャラやばそうっす、マジで。まあそうでしょうね、既存のステージだとやばいっす、はい、はい、本当すいません。マジで強いと。まあ新春だから、うん、まあ、このキャラの、まあ、性能を作った上で一番調整に困った点、まあ、いろいろ今話してもらったんですけど、最終まで悩んだポイントとか。威力っていうのはハイプラズマの威力ですかね。あ、威力なんですね。まあ、火力アビリティもその全属性キラーをつけるかどうするかとかいろいろと悩んだりしたんで、うん、結構こう上下しましたね。はい、そうなんですね。ピックまでは逆にそれ以外はそんな悩まなかったキャラですね。へえ、そうなんや。超重力バラ超バランスみたいな路線は考えなかったんですか。結局バランス型にするとその超バランスで上がった分何かの調整が入らない、入る必要があるんですよね、バランス。あ、なるほど。好き放題やってるように見えてちゃんとバランスは取る気はあるんで、はい、そうですね、ヤクモが例えばバランス型にだった場合、おそらく全属性キラーは消えていて、うん、ウォールブーストはまあ L まで許されるかなぐらいのキャラだったと思うんですよね。なるほど。おーほう、はい、だいぶ変わるね。でウォールブーストは上がるんですよね、うん、2.5。そうですね、上げてもいいかな。 1.5 を失う代わりに2倍が 2.5 に、うん、はい、そこら辺が相場としては妥当じゃないかなと思うんですけれども、その場合なんでしょうね、対水に関しては多分当然今より強くなると思うんですよ、うんうん、やっぱり長寿、新春長寿のキャラっていろんなところで強い魅力だと思うんですけど、バランス型ってやっぱりなんか特定の属性にだけ強いキャラが多いんで、ちょっと面白くないなっていうのはありますかね、はいはいはい、エビスみたいに小技が効いたりすると面白かったりするんですけど、コピーとかで、はい、まあ、そんな感じでスピード型になってます。あ、天馬銃も属性複合で出てくるから、うんうん、スピードの方がいいですもんね。まあ、そうですね、連続性キラつけて、そうね、HP 低くないですか、はい、そうですね、低いですね。
これはどういったなんか理由があるんですか。まあ、全てのキャラクターには、はい、そのキャラの持つ強みとそれに付随する弱み、はいはいはい、まあ、リスクとリターンが必要だと思ってるんですよね。はい、完璧なキャラっていうのはあんまり好きじゃなくって、私がどのキャラにも弱点っていうのが必要だと思ってるんですね。ヤクモに関してはそのヒットポイントが低いというのと防御系のアビリティを一切持ってない、はい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 、はい、っていうので、はい、弱点をつけたつもりです。ああ、そうなんですね。まあ、見合ってるかどうか分かんないですけど、なるほど。ヒットポイントもう何千か低くてもよかったんじゃないかなみたいな。はいはいはい。じゃあ別途で弱点や欠点はっていうのもあったんですけど、あえて言うなら、はい、もう HP ぐらいしかない。ぐらいしかないです。ああ、そうなんです。わざと欠点作ったんですね。はい。いや、でも正直可愛げないですけどね、この人。うん。そうですね、全然。全然別に気になんないですけどね。確かに言われてみれば防御系もないのか。はい、ないっすね。そうね、回復とか耐性とか、そうだね、ネオだと、まあ、ノーダメヒールとかか、ノーダメヒールもありやまったし、ドレインもあったから。確かにそうね。この HP に対して守る気ゼロだからね。ああ、そうね、確かにそうやわ。まあ、そのおかげでハーベセルなんかは艦隊でいくと火力負けしますね。あ、そうです。火ダメでね、うん、ちょっと雑魚手こずると、うん、艦隊でも吹っ飛んだりしますもんね。これテストプレイって主にどこでやったんですか。ホームテンマ10ではやりましたし、まあ、なんかそこら辺の豪絶をうろうろしてましたね。あ、豪絶を、はい、水豪絶をうろうろしてました。じゃあネオの先ほど26ですごいやったとかほど10でやりまくったとかじゃない。まあ、百合属性のステージじゃないですかね。 10ばっかでやってもちょっとしょうがないなっていうのがあったので、特に友情コンボの火力とかはちゃんと水属性で見ないとっていうのがあったんで、はい、10じゃ友情あんま見にくいですもんね。そうね、なるほど。逆にユーザーにあんま知られてないような使い方とか楽しみ方、仕様とかなんかあったりします、現状で。なんかあれなんですよね、そういうの私がこうですっていうのって若干寒い気がしてて、それはおのおののユーザーが見つけてほしいかなみたいな、はい、気持ちでいます。なるほど、はい、分かりました。見つけましょう、はい、でペンラジのコメント欄で見た質問だけどさ、あの、まあ、このキャラって SS がその大号令カベノンじゃないですか、はい、で結構最近例えばカノンとか大号令プラス弱点効果アップとかあると思うんですけども、はい、その大号令プラス壁ドンにしたのはもうこれが最強だからと思って組原さんがつけたんですか。そうですね、最初はなんかヤクモならではの新しい大号令を作ろうかなとも思ったんですけど、はいはい、活躍させたいステージで筆頭だった天魔獣を見た感じ、壁ドン大号令でよくねってなった。最高です。最高っすね。結局強いじゃないですか。まあ強いっす、いいかなって。無理やり新しいものを作らなくても既存でも強いんだから。まあ、強いって認識ユーザー側もありますから ね、 そうですね、パッと見で分かりますから、はい、強すぎるから数ついてないし ね、 そ、 うね、それがこのターン数で打てるってなったらもうちょっとね、そう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 、モンスターでもねもう1位タイ、うん、だと間違いなく。そう、これなんかめちゃめちゃコアな質問があって、はい、この SS を、まあ、大号令に設定して、ええ、でも久米原さん確か使ってみたんで初めて SS ボイスを聞くという話を聞いたんですけど、踊り狂えっていう言葉を聞いた時の久米原さんの気持ちを教えてくださいという、はいはい、いやめっちゃ上がりましたよ。そうそうそう、おー来たーって思いました。そもそものヤクモっていう名前をつけて設定をつけた人がどこまでこういう流れを読んでたかは分かんないですけど、はいはいはい、私も別にその人からこういうものを作れっていうふうに言われたわけでもないんですよね。で、まあ、そのコンセプトが降りてきたんで、え、じゃあ俺はこう返すよって、はいはいはい、私も別にボイスを作る人にこういうボイスにしてくれってそうなんすね、お願いしたわけではないんですよ。でも結果踊り狂えっていうものが出てきたじゃないですか、はいはいはい、なんか
良くないですか。あいいす、ね、シンクロスターみたいな感じで多分全員モンスト大好きですよ。それは上がるな。そこで意思の疎通がなんかね、キャッチボールが行われるんですね。これでちょっとずれたら大事故です。確かに、こっちは意識してるんだみたいな。いやでも本当なんか向いている方向が全員一緒だったんじゃないかなって思いますけどね。モチベ上がりますね。上がりますね。これここで聞くタイミングなのかどうかあれですけど、まあ最終的にでもいいんだけど、ネオとヤクモどっちの性能の方が好みですか。ですね、でもそれどこと比べるか。そうですよね。ですよね、うん、まあ、4形態ありますよね。4形態ありますもんね、うん、これとじゃあリバースと大工人で一旦1ストライカーとしては武装ヤクモの方が好みですね。はい、積み重ねありますし、はいはい、友情コンボストラクションとかに、うん、で適当に打って強いじゃないですか、まあ、こう適当にやってる分には武装の方が好きなんですけど、はいはいはい、クリエイター視点で言ったらリバースかな。あそう、あ、はい、そのプレイヤーとクリエイターで視点でちょっと違いますね。変わるかという感じですね。へえ、リスクとリターンがすごいはっきりしてるじゃないですか、はい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 、そういうキャラの方がやっぱ作った側としては思い入れはありますかね、うん、武装本当可愛げがなさすぎるんですよ。まあそうですね。敵に対して残酷ですからね。じゃあこんなあの無慈悲な大工人武装のキャラなんですけど、はい、このキャラとなんか相性のいいキャラ現状いたりとか、あいいね、あとはなんか今後、まあ今後のこと話せないと思うんですけど。今後は厳しいね。だそういうのがあれば教えてほしいです、うん、そうですね、武装でいうとやはり、大号令のコンセプト的には基本的には艦隊で組むと強いのが一つありますよね、はいはい、自身と相性がいい、うん、そうですね。で、まあ、それ以外だとコピー持ちと組み合わせると結構楽しいんじゃないかななんて思ってます、はい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 、そうですね、メイン友情が強力なんで、まあ、実際天魔の銃においてコピー持ちのバビロンと相性すごくいいと思ってますし、貫通でもっとなんかのハイスペックのキャラ出てきたりすると、昔よくプラズマを貫通で引っ張ってたみたいな、まあ、それとダウトなんかとは結構相性いいんじゃないですかね。超スピード型で引っ張るみたいな、はいはいはい、でもなんかハイプラズマって今までのプラズマともう全くの別物のじゃないですか。まあそういうところもありますね。ありますよね、はい、なんか一概になんか昔のプラズマってもう貫通正義みたいなあれだったけど、ね、うん、ハイプラに関しては反射もだいぶいい、まあ確かによね、まあ、ハマっちゃうっていうのはあれど、それこそ真横とかでも言いそうね。そうそうそう、まあ、まあそれはもうね、うん、反射貫通の関係あんまないプラズマだけど、そう動き回ってる時間やっぱ基本的に走るのが長いから、似て非なるものだよね、まあ、最近の引っ張り友情は特にそうですけど、反射のキャラの方がダメージが伸びたりしますよね。そうですね、はい、種族についてはもうじゃあ完全に天魔銃のバビロン意識でバビロンと一緒に聖騎士でって感じですか。そうなんですけど、まずは、武装と霊装の設定を読んで、まあ、聖騎士でもいいかなっていう設定だったんで、聖騎士、はい、っていう感じにしましたね。バビロンが合わせていってる感じですか、はい、あどちらかというと全てはあの始まりはオニキス。あ、まあ、オニキスな、オニキスにみんなが会えたらいいなと、はい、みんながオニキスに合わせに行った、ああそう、なるほど、感じですかね。まあ、流れで言うとそうですね、クシナダとスサノオの要素っていうのもまああったんで、進化前が人で、はい、霊装の方は神っていう種族にはなってますね、うんうんうん、やはりそこの種族は そこ意識で決まったんですか。そうですね。おお、作るにあたってなんかライバルとして意識したキャラクターって何かいます。いないですね。いない、はい、いないか、はい、トップのキャラ作るわけですから、ライバルも何もないかな。あ、今後このキャラを避けていくキャラが生まれていく感じですね。確かに。言い訳としては一応原則も転送もないんで、うんっていう。まあ、まあ、大ゴールである程度弾飛ばすことでこう乗り越えていなくもないですけどね。いないんだ。いやでもやっぱトップ作るって言っても
キャラのネオとかも意識するその前の友情キャラとかもいたりするわけじゃないですか、はいはい、そういうのすらもういないって感じなんですね。グリのキャラですからね、あんまり意識はしなかったですね。もうこれはこれで殴り会、直殴り会トップって感覚ですか。本当適当に遊ぶんだったらトップだと思いますよ、はいはい、なんかこう多分何やっても結果出ると思いますし、うん、そう確かにね、まあ、比べられない部分もあるよね、うん、直殴り鬼丸とかもね、うん、いるしね、はいまあ、鬼丸も組み合わせなんだけど、うんそしたら最後、まあ、恒例の大荒神武装の久米田さんが思うおすすめのミー、はい、これ気になるよ、これあるからね俺のイメージは毛が減りのイメージ、まあ、HP 低いよ守る要素ないよ、お願いします。一旦どこのステージで使うとかそういうのは、まあ、完全に置いておいて、まず2個は絶対あると楽しくなれるのが即必殺と遊撃ですね、はいはいはい、でもう1個は正直何つけてもいいキャラなんですよね。弱点を補強するっていうのはこのキャラに関してはあんまり用がないと思ってて、おお、なるほど、少々伸ばした方がいいと思うんですよね。お、はいはい、同撃速かななんて思ったりもします。同撃速、はい、同撃じゃなくてスピードを伸ばした方が多分楽しく遊べると思うんですよ。へえ、それが同撃速どれほどの影響を及ぼすかは分かんないですよ、はい、気持ちの問題だったと思うんですけど、はい、あの久米原さんの記事を、まあ、読んだんですけど、はい、ダッシュがすげえ強いって、あ、そうですね、書いてあったんで、はい、今ビビッときましたね、それで同撃速って聞いて、はい、一発か、即殺遊撃同撃速と、はい、がおすすめの、はい、面白いな、だそうですそうなの。ちなみにケイドラどこで使うとか考えなかったら明確にね、うんうん、何、まあ、遊撃は絶対マストで、即殺はでも確かに、まあ、このキャラに関してはスライド運用を考えて結局両方ともに効果があるんで即で、もう一個はやっぱり過激つけたくなるから、まあ、そう、でも同撃じゃない、まあそうなっちゃう、なるよね、そう一撃ドーン考えちゃうんですけど、うん、スライド考えると遊撃刺す、うん、なんか俺スライド考えなかったら遊撃刺さないかも。あ、そう、うん、の殴りの方伸ばしちゃうかも、はい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 、いっぱい欲しいいろんな役が欲しいくなるんだよね、いろんな方を作りたい、そうなんだよ、そうなんです。まあ久米原さんは、うん、今出てたから、はい、そういうことです。ちなみに私今プライベートの役もだとハービセルがあんまりにも火力が使ったんで、はい、同族加盟つけてます。ああ HP がついてる子がいますあそうなんですね、なんとか抗えないかなと。結構痛いっすもんね、痛かったね、痛いっすね、あれ、うん、素直にエンペリオス1枚させようっていうのがあるんですけど、はいはいはい、ちょっとお持ちじゃなかったんではいはいはいということで、はい、今回は前編ということになるんですかね、はいはいはい、で、ヤクモ大荒神武装の方で動画でございました、はい、まあ、もう1形態あるからねもう1形態巫女姫レースをもう大概だからもっと気になる要素あるから大概あるよね。そう、まあそれもまた別の動画で時間上がるかと思いますので、はい、ぜひ見ていただけたら幸いです、はい、それでは一旦バイバイ。